裏へ届くか、シュート、だまー、次回、はい、ということで、チャレンジイベントの方がまたやってきたのでやりたいと思います。でこんな感じのスタメンで挑むかと思います。チームスピリットの方が99の状態ね。選手の方見てもらえば分かるんだけど、戦術適応度、まあ、ほとんどこのサブ 100% にしてるので、まああとこの辺じゃねえや、あとあのスタメンの方もほぼほぼ 100% に近い状態で組んでます。マルセロもうちょっと上げたいんだけど、こんな感じですね。ということでこちらで挑んでいきたいなと思います。やっぱ対人戦面白いね。レーティングがね、2018になってから月始めになんかリセットされちゃうので、強いな今の方。441でも強いぞ。お、いいじゃんいいじゃん。チームスピリットのこれ97って落ちるんだね。さっき99だったのに、これどれがいけないのかな。ねえ、これどれがいけないのかな。これ何がいけなかったのかな。まあ、やっていきましょう。いや勝ちたいねこれは。いや、いきなり打ってきたよ。あぶねえ。いや、今のはちょっと運悪すぎんな。壁当たって流れたところに味方いるっていいな。あぶねえ、あぶねえ、今のは。裏、オッケー、いいね。打とう。ナイス。ダマ。さあまず1点目ですね。ロナウドさすがです。体強い。空いてる空いてる、サイド空いてる。でめっちゃ打ってくんな。ミドルシューターかよ。さあ結構ガチガチに攻めてきてるので、ここはちょっと冷静に行きましょう。こっちは守備だけ集中して。真ん中開けんなやって。なんで真ん中開けた。今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手は止めてきた。いや、イソクからバイエルパスを出す。オッケー、マジ遅ー。ちょっと待って、これありがたすぎるんだけど。当てて、とやばいな、プレスが激しい。よし、オフサイか。いや、来た。よーし、ダマ。もうなんとか前半ギリギリ。さああとは後半守りきりたいな、これ。さあ行きましょう。お、向こう変えてきたね。出た。えい、ダッシュ。ダマーダマーダメ押しでしょ。ダマーやばいやばいやばい。スワレスえぐい。ダマースワレスえぐい。よっしゃー、抜けたよ。いや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 、マジかよ。打つねー。いやー無理ー。いやー、ここラストやべえな。いや、めちゃ打つな。はい、ということで、いや、ループシュートがね、やっぱむずい。黙ー、むずい。黙ー、ループ決めたいんだけどね。はい、ということで今回はオンチャレね、久しぶりにやってきました。やっぱ対人戦は面白いっすね。こうやってイベントとして来てくれるとすごいやる気になるので、ぜひこれからもね、こういうイベントってかオンチャレずっとあってもいいと思うんだよね俺で、月始めのあのリセットあれやめてほしい。ちょっと多分ずっとやってる方とか、せっかく1ヶ月やったのに次またリセットされちゃうとちょっとモチベーションっていうのも多分あると思うので、あんまそこまでやってない身として俺が言うのもあれなんだけど、はい、
ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ダマー。